皆さんこんにちは。テレビ朝日系旅情報番組朝だ生です。旅サラダの MC を務めていた俳優の神田正輝さん、昨年の11月18日の生放送からの欠席が続いており、2024年1月13日の放送での欠席で年をまたいでの8週連続の不在となっています。最初の欠席では、私神田正輝は本日いません。72歳で初めて体のメンテナンスをすることになりました。きちんとメンテナンスをしてすぐ戻ります。かっちゃん、なおちゃん、よろしくねとメッセージを寄せており、昨年12月2日の生放送ではレギュラーの女優松下奈緒さんとタレントの勝俣邦和さんがスタジオ出演し、神田正輝さんについて松下奈緒さんが、神田さんは現在体のメンテナンスでしばらくお休みをいただくことになりましたと改めて報告。その後当面の休養も発表されており、年明けからでも神田正輝さんの旅サラダの欠席が続く状況には、 X 旧 Twitter のトレンドワードランキングでハッシュタグ旅サラダが放送中に1位になるなど、 SNS などで早く元気になってほしい、神田正輝さん今日もお休みだった、どうぞお体ご自愛くださいなど、ファンならず一般視聴者からも心配と復帰を願う声が集中していました。神田正輝さんは以前より激痩せしていたことが話題になっており、癌闘病の噂がまことしやかにささやかれていたそうなのですが、業界内ではすでに公然の事実であるように扱われているのだといいます。神田正輝さん本人は激痩せの理由をファスティングの影響だと語っていました。ファスティングとは一定期間食事を取らないことで体内のデトックスを図り、体を正常なリズムに戻すことです。しかしやたらと顔がほっそりしたせいなのか、白く輝き整然と並んでいた歯並びも悪くなり、口元の印象までも変わっているように見受けられます。こういうことから考えてみても、やはりファスティングだけの影響ではなさそうです。神田正輝さんが急激にやつれてしまった原因としては、癌などの重い病気を疑う声が上がっているようです。もし癌であるなら激痩せするのも納得できますね。癌になった場合は癌、つまりは腫瘍が大きくなってしまい他の臓器を圧迫するので痛みが出ます。さらに筋肉量が落ちたり呼吸困難などの悪影響が体に出たりします。また癌告知などによる精神的ショックで食事が取れなくなってしまうことや、治療において抗がん剤や放射線などの副作用で食欲が落ちてしまうことも考えられます。また激痩せの他の原因としては、マナ娘である神田沙也加さんの秘宝でストレスが極限状態になったのではないかということも考えられます。約2年前の2021年12月にマナ娘である神田沙也加さんが滞在中の北海道のホテルで35歳という若さで亡くなりました。しかも亡くなる直前には神田正輝さんと電話をしていたといいます。神田正輝さんと母の松田聖子さんは突然の訃報を受け、すぐさま北海道へと飛びました。二人が会見に応じたのは神田正輝さんの誕生日である12月21日。札幌市内の斎場で位牌を持つ松田聖子さん、骨壺を抱える神田正輝さんは並んで深々と頭を下げ、娘の葬儀には元夫婦揃って最後のお別れをしていました。その4日後、いつものように旅サラダに生出演した神田正輝さんでしたが、紹介されたチャーシュー卵飯を試食するシーンでは美味しいと絶賛し、チャーシューって久々にちゃんとしたご飯食べたんだけど歯ごたえがあるねと明かしていました。旅サラダに来てよかった、ご飯が食べられたと笑顔でコメントをしていましたが、マナ娘の神田沙也加さんが亡くなった後だったということもあり、食事があまり喉を通らなかったのかもしれません。神田正輝さんが先日したファスティングを始めた時期というのは、計算すると神田沙也加さんの死後から取り組んでいることがわかります。ファスティングとは本来1週間程度で行うもので、デトックスが終わると回復食を食べて体型も元に戻ります。一時期痩せていてまた以前のように戻っているのであればファスティングと言われても納得できますが、神田正輝さんのように長期間痩せているところを見ると
原因はファスティングだけではないと感じますね。やはり神田正輝さんといえば若々しい姿を思い浮かべると思います。スキーの腕前はプロ級で、アクションはお手の物。ほんの数年前まで黒々とした髪、ツヤのある日焼けした肌を誇っており、モットーは健全な肉体に不健全な精神と笑いながら語っていたこともあるほどでした。だからこそ神田正輝さんの激変ぶりに周囲は戸惑いを隠せなかったと思われます。彼が唯一出演を続けていた旅サラダでは、神田正輝さんの異変を少なくないスタッフが察知し、そのうちの何人かは神田正輝さんに検査を勧めていたといいます。しかし彼はそうした声に首を縦に振らなかったのだといいます。テレビ局の関係者が語るには、神田さんはもともと大の病院嫌いで有名です。1990年には撮影中に右肩を岩に強打し、鎖骨と肩甲骨の間の骨にひびが入ったことがありました。それでも神田さんは病院へ行こうとせず、湿布だけで耐えていたのです。検査を受けたのは負傷から2週間ほど経ってから、全治2ヶ月の重傷でしたとのことでした。そこまで神田正輝さんが病院を嫌う理由は、自分の体のことは自分でわかると考えているからだと言いますが、その考えがあだになった可能性もありますね。前述の関係者は、検査入院後も番組を休み続けているということは、何か異変が見つかったのかもしれない、もっと早く病院に行ってくれていたら、そう悔やんでいる関係者は少なくありませんよと語っていました。そんな中、神田正輝さんの入院する都内の病院には、続々と関係者や関係の深い芸能人たちが見舞いにやってきているそうですが、その中には元妻の松田聖子さんの姿もあったのだといいます。松田聖子さんは以前より神田正輝さんの病の治療に手を貸しているという噂が出回っていたようで、芸能関係者から神田正輝さんのがんの噂を聞いた松田聖子さんが、神田正輝さんに医者を紹介したと言われています。なんと元夫である神田正輝さんの治療に協力しているのは、現在の松田聖子さんの夫の兄だという噂があるようです。何でも松田聖子さんがかつての不貞の食材として半ば無理やり神田正輝さんに治療を受けさせているという話のようですね。松田聖子さんは3回結婚されていますが、子供を授かったのは神田正輝さんとの間の神田沙也加さんだけです。神田正輝さんの病気の噂が舞い込んできたのは、神田沙也加さんを亡くしてすぐだったそうで、元旦那である神田正輝さんも亡くなってしまうのではと恐怖した松田聖子さんが、現在の旦那さんに協力を仰いだとも言われているようです。この噂が本当なのかどうかは分かりませんが、神田正輝さんの病院を訪れる松田聖子さんの様子は週刊誌記者に抑えられています。記者は松田聖子さんに直撃し取材を試みましたが、松田聖子さんは手を顔の前で左右に振り取材を拒否。そそくさとタクシーに乗り込み、その場を後にしました。その場に現在の旦那さんの姿はなかったようで、一人で神田正輝さんの見舞いに来ていたようです。神田正輝さんがテレビから姿を消してからは、さまざまな噂が至るところからささやかれ、真偽の怪しい情報も噴出していましたが、旅サラダの休業から2ヶ月が経とうとする中、ついに神田正輝さんの近況が聞こえてきたといいます。テレビ局関係者は、旅サラダの週1回の放送のたびに激痩せが心配されていましたが、やはり筋肉の衰えで日常生活も難しく、現在は入院中、体力の低下も著しく、感染症の恐れから面会謝絶の状態だそうです。精神的にも沈みきっているようで、老衰状態だと言いますと語りました。ライフサポートクリニックの山下裕樹院長はこう解説します。70代で老衰と聞くと、まだ若いのにと感じるかもしれません。一方で、若い頃からハードトレーニングを積んでいるアスリートは、中高年で心不全を起こしやすいとの報告は多数あります。つまり過労や睡眠不足、アルコールなど長年心筋にダメージを及ぶ生活を送った方は、老衰のリスクが高いということです。過去に神田正輝さんは1970年代後半の多忙だった時期について、毎日2時間寝てなかったから
10ヶ月半で家に2回しか帰れなかったと語っていたことがあります。前室のテレビ局関係者は、神田さんは俳優デビュー以降の7年間は多忙でほとんど休みがなかったそう。少しでも空き時間があれば寝ずに遊びに行き、一晩でウイスキーのボトルを1本開けることも珍しくありませんでしたと語っています。さらに神田正輝さんはスポーツにも親しんできていました。もともとスキーの腕前はプロ級で、世界中のスキー場を回っていました。神田さん自身の名前が冠されたスキー大会もありました。スキー以外にもダイビングやテニス、ゴルフなども趣味として楽しんできましたとも前室のテレビ局関係者は語っています。神田正輝さんの高い運動能力が現在の老衰状態を招いたというのなら、それはあまりにも皮肉なことのように思えます。マナ娘の神田沙也加さん亡き後も気丈に旅サラダへの出演を続けてきた神田正輝さんでしたが、なんと今やその気力さえも失われてしまっているようです。制作関係者は、悲しみに蓋をして天国で沙也加が見てくれていると頑張っていたようですが、それも限界に達してしまったようです。最近の神田さんは、もう仕事はしなくていいと漏らしているそうです。昨年12月に沙也加さんの三回忌を済ませ、もう生きる意味がわからないと承知していると言いますと語っていますが、若かりし頃の壮健な姿からは想像することすらできない入院生活を送っているようです。神田正輝さんは入院が発表される以前に就活の噂があったようで、お世話になった方々に挨拶に回ったり、遺産を整理しているなどという話が出回っていました。実際自らの名前を冠して25年近く続けたスキー大会にも終止符を打ち、俳優業に至っても本人がオファーを断り続けていたのだそうです。テレビ局関係者は、実は数年前から神田さんは俳優業から遠ざかろうとしていました。台本を覚えることに苦労していて、セリフを覚えられないからもう俳優はやらないとも口にしていました。その口ぶりからは、俳優の仕事を減らすというよりはそう遠くはないうちに引退を考えているように感じられましたと語っていました。また就活の一環としてか、神田正輝さんは娘の神田沙也加さんの眠る福岡の地にも赴いていたといいます。神田正輝さん本人が生きる意味がわからないとまで言っているとしたら、今後の復帰は絶望的かもしれません。旅サラダにも戻ってくると言っていたこともあるので、できればまたテレビで元気な姿を見せてほしいものですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。